ないの、負けじゃなくても負けじゃないの、人として。うわ、ちょっと、もう勘弁してあげて、やめてあげて。女たちのポロリの夢がかかっているな。誰もお前らのポロリなんて興味ねえよ。みんなビーチバルーンに夢中だよ。つーか、もうこれパンツ履いてるって言っていいの、履けてるの、これ、これパンツって言っていいのか。パンツだから恥ずかしいもん。将軍に一人だと思ってたから、地球上にもう俺しかいないくらいのつもりでフルスロットルで全てをさらけ出してたから。いや、こんな機会確かにないですもんね。はあ、けーみーはーみー。へい、あの子は太陽の子待ち、うんじゃやや乱れて妖精。あの雲、絶対中にラピュタあるね。太陽の子待ち、エンジェ、やいやいや、あの雲、絶対中に滝川クリスタルの結晶があると見た。しまった、 SOS の途中。この穴に何をセッティングするんだろうが、不衛生極まりないわ。大丈夫でさ、不快にならねえようにここに女の顔を。おい、もうそれ別の何かになってんだろうが。こんなもん放送できると思ってるのか。なるほど、そういう問題でしたら裏に会社ノープロブレムです。おい、それじゃ衛生面が全く解消されてねえだろうが。まあまあ。あ、誰か来ました、隠れてください。抜けなくなっちゃった。この銀行はすでに新選組によって包囲されているんだよ。俺が合図を送れば一斉突入。てめえら全員生すぎりだ。くそ、まさか札に全部漏れてたなんて。どうすんだ、あの人斬り集団が相手じゃ勝ち目はねえぞ。きた、落ち着け。あんたらには俺たち人質がついてんだぜ。てめえはどっちの肩持ってんだ。人質なんてな、警察巻くのに効果的なやつ一人でこと足りるんだよ。つまり、おお、警察のあいつってことっすね。ちょっと待て、土方君も後のことは気にしない。なの、いや、ゴリラが好きなんだろ。ゴリラ見て行方知らずの俺を思ってるんだろう。あ、あれ、ソーセージじゃねえ、新選組ソーセージだ。俺の大好きな新選組ソーセージ。違う、貴様のソーセージではない、俺の大好きな新選組ソーセージだ。撃ち殺したのか。てめえ何一人で媚び売ってんだ。そいつに媚びを売るのはこの俺だ。ソーセージは俺のものだ。違う、俺のものだ。え、何やってんの。おい、あいつの股にぶら下がってるやつ、あれもソーセージって呼んでいいか。何言ってんだ。あげてくれ、あれはソーセージだ。そがけ、てめえを虚勢してやる。待て、あっちにも標的が。ん、あ、あれは、お、あれは歳じゃねえか。近藤さん、近藤さん、ちょっと聞いていい。なんだ。何してんの彼。何あれ、え、何、ぶっ殺されたいの。え、んなもん毛ほども欲しくねえんだよ。殺されてえのかてめえは。あ、待って。で、何やってんの。おめえ、いくらスポンジといえどあまり強くこすっては体を傷つけてしまいます。まず摩擦を緩和するためこのローションを水に溶いて。あんたも好きね、社長さん。もう勝手にぬめってるし。あれ、なんか煙出てきた。うわ、体が焼けるようだ。一体何をしたんですか。
何これ、みんな苦しみ出してますよ金さん。大丈夫です、この液体は殺菌作用もあるんです。痛いのは菌が死んでいってる証拠ですよ。でもそろそろ洗い流した方がいいみたいですね。おい早く水ぶっかけろ、ローション洗い流せ。土方さん、やるしかないです。これが江戸っ子の船の入り方だと思わせるんです。できるわけねえだろ。300位に落ちるのはてめえだよ。俺を引きずり下ろすには1枚足りませんでしたね。パンツダブルフェイントだと。おろじゃ、パンツと共に地獄へ落ちろ。ギザーこれは レッドローインクロスだと。これでしまいぜ。そうだったらフルチンじゃねえか。フルチンだと。いやフルチンでいいじゃん、ほとんど読み変わってねえじゃん。バカめ、パンツを下げられ。女、同じ境遇であれば問題ないでしょ。あなたも男性だったんですか。信じられない。こんな時ですからお互い助け合わないと。あそこで普通にしました。あのすいません、大きい方じゃなくて小さい方なんですけど。小さい方ですか。結構溜まってたんで大きい方だと思いますけどね。いやそっちの大小じゃなくて、というか大きい小さい言う以前にあれ野ぐそですね。申し訳ない、人を追ってたものでトイレを探してる暇もなくて。何そんなでおなれ。なんでゴリラがこんな宝塚美人になりきさっとんのじゃ。なんでこんなでっかい土ぶら下げとんのじゃ。もげろ、ルネもげろ。いや完全に刺さってましたよね。よいしょ、まあここは流せよ。ここは刺さってない感じにしとこうよ。俺めっちゃカッコ悪いじゃん、完全に全部撃ち落とした顔してたじゃん、めっちゃ恥ずかしいじゃん。あやべえよ、俺ちょっと恥ずかしくて振り向けねえよ。笑ってない、みんな笑ってない、大丈夫。あ大丈夫です。ワッチの攻撃を全て撃ち落とすとは何者じゃ主。気使ってくれてる、全部撃ち落としたことにしてくれてる。俺ともっといいもんを刺し、やべえよ腕にも刺さってた、見られた、今の完全に見られた。あんた結局全然撃ち落とせてねえじゃん、あちこち刺さりまくってんじゃん。やばい、どうしよう、笑ってるだろ。なんて攻撃だ、盾になるのが正義。大体東堂さんって言ったっけ、あんた何やってんの、さっきまでものすごい優位に立ってなかったっけ。我慢できなかったもので、あだいぶ楽になってきた気がする。あやっぱダメだ。まあ待てよ、敵だのなんだの言ってる場合じゃねえぞこれは。ここに閉じ込められたままじゃ勝負もクソも。クソという言葉使えない、今カリカリしてんだから。とりあえず紙を手に入れるのが先決だろう。どうだ、ケツ服までは勝負預けて協力しねえか。紙などあるわけがない、そんなものがあれば塔に尻を吹き全員血祭りにあげているはず。他の者もそうだ、そんなことは全員わかっているはずだ。なのになぜこんな話を切り出したか。よろずや、俺には読めているぞ。私たちに隙を作り、そこを突くために。おそらくこの中に協力しようとしている奴は誰一人としていない。神、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 誰よりも早く神を手に入れた者がこの勝負勝つ。おい、なんかいいのあったか。さてどう出る。ないな。これ、あの神やすりあった。神やすりだと。ふざけんな、肛門が血だらけになるわ。